栃木の名店を訪れて美食を巡る栃めし。宇都宮の宝木町にある中華そばの人気店花菱。オーナーが自ら手掛けたというゆったりとした店内。この店の人気メニューが濃厚さ際立つ鶏そばです。まず、99% 鶏なんですよ、材料は。もうガラも丸鶏でもみじたかです。本当にその旨味を凝縮させて、でゼラチンスのたっぷりの濃厚のスープにしてるんですね。その鶏の旨味を食べてもらいましょうっていう形で、使用するスープは2日かけて作った白湯スープをもとに仕上げた真っ白な濃厚スープ。使用する麺は日本そばを思わせる全粒粉の細麺。少し固めに茹でるのがこの店の流儀です。濃厚スープを温めて丼へ。茹で上がった麺を滑り込ませ、柔らかなチャーシューや鶏のミンチをトッピングすれば、鶏のうまみたっぷり、花菱自慢の鶏そばの完成です。周りでも今ね、結構鶏そばってやってると思う、あると思うんですけどね、まあ、それと比べると癖がないって言われますよね。臭みがない、それで美味しいよと。鶏の旨味そのままの花菱の鶏そば、あなたも楽しんでみてはいかがでしょうか。